チャットは、ミャンマーの通貨単位である。国際通貨コードは、MMK。補助通貨単位のピャーは、100分の1チャット。しかし、極度のインフレーションのため、ピャーは使われていない。2020年8月14日現在で、1000チャットイコール78.33円。実践レート、ミャンマーでは、肯定レート、公認市場レート、 実製レートの3種類の為替レートが存在している。2012年4月1日から管理フロート制を導入した。紙幣の種類は50ピアー、1、5、10、20、50、100、200、500、1000、5000、1万チャットの12種であるが、2015年9月現在、市中で流通しているのは50チャット以上の7種類である。各紙幣には、 発行期間である、ミャンマー中央銀行のナト金額が、ビルマ語と英語で表記されている。また、数字は、金額も通番もミャンマー数字とアラビア数字が、併記されている。2004年10月には偽造防止のため、200、500、1000チャット紙幣がリニューアルされ、大きさも使いやすいように小さくされた。2009年には5000チャット紙幣が新発行され、2014年に、 マイナーチェンジされた。また2012年には新たに1万チャット紙幣が登場し、2015年にマイナーチェンジされた。効果も存在するが、市中でもすでに流通していない。このほか外貨管理を目的1 9 9 3年から2013年にかけてダカンチャットという外貨ダカン券が発行されていた。まだ銀行制度が発達していないミャンマーにおいては、 決済の場で小切手ではなく、キャッシュオンリーつまり、チャット紙幣が多く使用される。現金決済を簡略化するため、2009年10月に5000チャット紙幣、2012年6月に1万チャット紙幣が導入された。2013年1月には、日本の財務省が同年に、ミャンマー州とネピドーで開催される、東南アジア競技大会の記念硬貨の鋳造を、 受託する方針を固めたと報じられたほか、チャット紙幣を日本で印刷する計画が持ち上がっている。2014年11月には、日本とミャンマーの外交関係受立から60周年となることを記念する5000チャット銀貨幣を財務省、造幣局が受注している。1948年の独立以降、2016年現在までに、ミャンマーでは、 過去3回にわたって流通する紙幣を廃止する廃下が行われた。ビルマ式社会主義の推進による産業、流通の国有化に伴って出現した闇商人の撲滅を名目として、1964年5月に最初の廃下が実施され、予告なしに高額紙幣が廃止された。1985年11月に闇商人対策を掲げた。 廃下が再び実施される。2回目の廃下の際に25、35、75チャット紙幣が発行されたが、間もなく3回目の廃下が行われ、代わって45、90チャット紙幣が発行された。1987年9月には、事前に高額紙幣廃止の噂はデマであるという新聞広告が掲載された上で廃下が行われ、 庶民にとって使用頻度の高い25チャット紙幣も廃止されたため不満が紛失する。ビルマ市民の間では2回目の廃下から3回目の廃下にかけて導入された非合理的な紙幣の額面はネウィンが信任する先生術師が出した基地数に基づいていると噂された。3回目の廃下での不満の高まりは1988年8月8日のゼネストでも 翌年9月のクーデターを引き起こした。過去の廃下では以下の紙幣が廃止された。これらの廃下においては廃止された紙幣の持ち主に対して十分な保障はされず、他の紙幣の交換は実施しない、あるいはごく限られた期間に一定額までの紙幣の交換を行う対応がされた。このため、現金を自宅に保管する習慣が一般的だったビルまでは、 多くの国民が損害を受けた。不定期に行われる廃下紙幣の増刷によって起きるインフレーションへの対策として多くのミャンマー国民は金製品やベドルを資産として保有している。ありがとうございます。